よし、じゃあまた行きますか。よいしょ、滑る滑るやっぱ前日雨はちょっときついな。もうバイクがすごい泥だらけよ。楽しい。でもこの元チャンネル、ここがさっき枝道なんだけど行けるのかな、まあ、とりあえず行ってみましょう。ここは意外と草でいい感じやね。あ、ここも意外と行けるのか、それともそこがもうおしまいか。もうちょい行けそうな気がする。でも帰れなくなるかもしれないしな。もうやめとくか。ちょっと歩いて見ますか。さてこの先はどうなってますでしょうか。なんか新しいちゃんとした道に出るじゃんと思ったけど、ここすごいな。ここやばいね。ここ崩れてますね。とりあえず行ってみっかな。行ってみましょう。タイヤ滑ってるわ。はい、行きますよ。おお、ガンガン。ドン。ガタンガタン。危ないところ。おお、来た来た来た。よっしゃ、来た。ああバイクで来ると早いね。で多分この先が位置つながってると思うんだよね、どっかに。あー、靴も汚れちゃったな。で一気にこういう舗装路に出るのがすごいね。はい、この辺でまた右ですね。ここかな。来た、ここら辺だ。どこが林道？ここ違うね。これは家だな。ここだ。キャメルゴルフリゾート。ここは林道じゃなさそうな気がするんだけどね。なんで私は林道を認定したんだろう。はい、じゃあ行きましょう。とりあえず ここがゴルフ場に行く道じゃないかな。あーでも舗装林道だけど、でも景色はいいね。うわすごい、こんなのが。あれチェリーかな、これに至ってはわかんないね。あ、でもなんかアルミホイールがしてあるから意外と新しい車なのかな。でも丸いライトっぽいね。へえ、こんな。いや、さっきのゴルフ場に行くんじゃないかな。そしたら、おう。普通の道でしたね。やっぱさっきの道だ。さっきの道ですね。いやー
勝浦のね担々麺のお店行ったらねめちゃくちゃ混んでるんですよ。車もね渋滞してるしバイクも何十台も止まっていて、ちょっとね諦めて、とりあえずね近くに大戸の洗い越っていうところがあって、まあ、ここバイクで入れないんですけどちょっとね徒歩で行ってみようかと思っております。多分大滝街道。まあでも昨日の夜ね結構雨降ったんで川が増水してるかもしれないですね。ラーメン松の屋、この子は車がたくさんいるな。うわ魚屋食堂、ラーメンじゃなくてこれにしようかな。いやでも混んでるわ、お昼時ですからね。あーでもバイク結構走り始めてきましたね。いやでも今日は本当気持ちいいツーリング日和ですよね。そろそろね、左折になるみたいです。場所的には道の駅竹浦の里大滝っていうところのすぐ近くみたいですね。まあ、ここもね結構有名なところなんですけど、まあ、バイクの人がね、そこでね、まあ、悪さっていうわけじゃないけど結構集まってきちゃったんで今は確かね入れない感じですね。なんで歩いていくんですけど、まあ、でもね Google マップ見るとねつい最近の写真でバイクはそこまで行ってる写真もあるんですよね。どうなんでしょうね。すごい橋だ。うわ今日は水量が多いわ。まあいずれにしろ今日はあれだね、もし仮にバイクで行けたとしても川で水に流されちゃいますね。カエルが鳴いてる。こちらを右で出ておりますね。おや？ここだね。一般車両、進入禁止って書いてあるここだと思うんですよね。この先です。なので、まあ、一般車両進入禁止なんでどっかに止めて邪魔にないところに止めて行きますか。はい、それではねこれから大戸の洗い越し行ってみようと思います。いやのどかでいいね、はあ、はい、このような形でね一般車両は通行止め進入禁止になっています。目的地に到着しました。あらお疲れ様でした。はいどうも。鳥が鳴いてます。ここかすごいな。今日はね昨日の夜雨降ったんでかなり川が増水してます。いやここ行けないでしょすごいなこれは。今日は水量が半端じゃないや。どうやって作ったんでしょうね。ここは基本的にはあそこ見えますかね、奥に道が続いてるんですけど、普段は水量がもっと少ないので、農作業する車が渡るみたいなんですよ。いやすごいなこの水の流れ。いや思ってたよりももっ
もっとね、僕、幅が狭いと思ってたんですけど、これ意外と幅ありますよね。何メーターぐらいあるのかな。30メーター以上あるな。ね、50メーターぐらいありそうですね。はい、ここがね、大戸の荒井越っていうところでした。はい、そうしましたらですね、ちょっとまだ時間があるので、もう一個行こうと思ったんですけど、まあ、大滝城も考えたんですけど、近くにですね、呪われた池があるっていうね、Google マップさんに呪われた池って書かれてる、悲しい池があるので、そちらちょっと行こうかなと思ってます。ただしね、これね、事前で調べた限りまともに、そこの場所に行く道がないみたいなんですよ。なので、近くに行くだけで結局わからないかもしれませんけど、まあ、とりあえずね、ちょっと近くまで行ってみてから考えましょう。しかもね、ここの池ってなんか別に調べても呪われてるとか呪われてないとかそういう話が出てこなくて、なんかね、どうもね、 Google マップのねバグのような感じでもある場所なんですよね。だから結局また今日もご飯が食べてない状態。どうしよう、痩せちゃうよ。ツーリング行くたびに痩せる。ここか。はい、まだまだ行くよ。はい、どんどん林道っぽくなってきました。っていうか、もう林道？いやー、完全に林道になっちゃった。行けないでしょ。どこに池があるか分かんないし、池なだけに行けない。面白くないって。そうですよね。うん、意図せず林道に入った感じですね。まあでも意外とこう道路がしっかりしてるんで、結構車が走ってるんじゃないかなと思われます。いや、でも全然違うとこ来ちゃったな。まあこれはこれでいいんだけどさ、林道っぽくて。あ、でもあそこなんだ。うん、完全に林道だね。はい、この左側にあるっぽいんだけど、まずバイク置ける場所ないんだよね。あ、ここ置けるか。まあいいや、ちょっととりあえずもうちょっとまっすぐ行くか。この先なんだよな。ちょっとバイクで一回行くか。もうちょっと左側、行く道がないもんね。やべ、滑った。危な危な。急に見てないところであれなってましたね。あ、ここ、いや、ここは行けんだろう。まあ、でも一応そこ道になってんだね。ここは？
の先行ってみっか。随分ここもあのすごいことになっちゃってますけど、でもさ家があるんだね。ここペックで走っていい場所なんだろうか、不安になってきたよ。もういやここは無理でしょう。でもやっぱこの左側にあるんだよね。ということで、どんな感じなのかな。ではいけるね。バイクは絶対無理。ちょっととりあえずバイクここ置いて行ってみようかな。ちょっと探索しましょう。というわけでね、先ほどの道をちょっと歩いたんですけど、Google マップ上だとね、池からかなり遠ざかってはいるんだけど、下がね、もう水たまりになってるんですよね。ここは何なんでしょうね。まあだいぶ昨日の雨でぬかるんでいますので、ちょっと普通のスニーカーだときついんですけど、まあまあ行けるところまで行ってみましょう。下は一応葉っぱとかで覆われてるけどコンクリになってるんですね。でここなんか下に下がれるようになってるんですね。なってるのか。はい、まあ、とりあえずちょっと獣道なのか、それとも、いや行っちゃいけない場所のような気もするね。なんかとりあえずさ、池はあるね。それが呪われた池かどうかはわからないですけど、わすごい汚いなこれ。 Google マップ上だとね全然違う場所なんだけど、なんか面白いねあれ。わざわざ水の通りとしてあそこ作ってあるんじゃないかな。ああこれ道通れるんだね。この先あるんだ。どう考えてもいけないよな。一応とりあえずねそちらから渡ってきてみました。この先ちょっと行ってみましょう。
せっかくだから。この水辺の先にあるんでしょうけど、残念ながら道は上に向かっていきます。はあ、行けないかな。さてと、やはり道がなくなりましたね。行けないことはないけど、やっぱドローンとか飛ばさないとどこにあるかわかんないね。ということで、呪われた池は危険なんで、諦めます。まあ、明らかに池の水源はこっからでしょうけどね。はい、というわけでね、呪われた池の方は、ちょっと厳しいかなっていう感じでしたね。まあ、雨でね水が増水しているということと、今日はね登山の準備を全くしてなかったことがありましたので、危険なのでやめました。まあ、あとはね他のルートも探そうと思ったんですけど、まあいろいろね民家に当て入ってしまったりとか、そうちょっと危険危ないので、ちょっとそうですね、いろいろまあこれ本当に上空からねドローンかなんか飛ばして道を探るしかないのかなっていうのはありますが、まあそこまでするような池なのかなっていうのもあるので、まあ諦めます。ということでね、近くの林道もう一個あるので、そちらを走って、まあ、おそらく舗装林道じゃないかなと思うんですけども、でその後にですね、トンネル、近くのね、また有名なトンネル2つ行って今日は帰ろうと思います。いやー、だいぶねバイクも汚れちゃいましたね。どっかの洗車場で洗いたいけどね。ああ、そうそう、あれだね、すごく集中してて忘れたけどお腹空いてるんだよな。なんかどっかで食べてから行こうかな。